回はクロちゃんの素敵な声で激しいアトラクションを実況してほしいよ。キュンキュン。さあどれにしようかな。待って、ギャルがいっぱいあるじゃん。これにするシーン。あー、いいね。おーおー、かわいいし女子大生だしよ。あ、ちょっとコウさんずるい。水着ギャルに囲まれて場所変わって。あ、水がかかってる。大丈夫？あ、水も滴るいい女だしね。かわいいし早くすっぴんだ。あ、ジャンプした。すごい。あ、お尻丸見え。あ、待って、パンチ見えちゃった。恥ずかしい。あ、水ギャルもいるし。あ、もうここにいたいし、ここにいたいし。あ、男はいらない。あ、まだいったいった。あ、結構。あ、すっげー当てられてる。落ちないで頑張って。あ、クロちゃんも多い。ファイトファイト。あ、待って、お尻。あ、どっか行っちゃった。どこ行ったの。あ、お尻打っちゃってるじゃん。頑張って。あ、スローで。あ、パンツめちゃくちゃ、お、すごいね。あれ、サボチャパンツ。あー、惜しかったけどナイスファイトだし。ん、待ってね、これやすごくない？これ、え、どんなアトラクション？これちょっとよくわかんないんだけど。わ、すごっ。え、なにこれ、丸徳さん。あ、待って、あ、ボイメンの弟分じゃん。なんだこの、ちょっとなんかノリノリに乗った感じ。あ、女の子もやしてる。なんか腹立つね。あ、イケメンはすぐ落ちたらいいから。お、けど身体能力ない？これ松岡くん。え、もういいから、もういい、十分店も作ったから、もう落ちて、早く落ちて。いや、もういいから。うわ、ちょっと本当にこれ、え、クリアすんのこれ、すごくない？いや、ダメダメ、天は二物を与えちゃダメ。あ、待って待って、同じところでなってるから。あ、そろそろやばいね、やばいね。あ、落ちた。ザマーミロー、みんな思ってるね、ザマーミロってかっこいいと成功するの二刀流は大失敗の負けでした。さあ、じゃあ、あれ、待って待って、あれ、あの人じゃない？番組間違ってない？ミスターサスケじゃん。全部クリアして、うん、タケシを狙います。いや、ないから、そんなミスータケシオとかないから。いや、ミスターサスケって言われてるけども、サスケもあんまり成績残してないからね、この人。いや、勝手にやらないで、どうせ無理なんでしょ。あ、けど警戒だね。いやいや、落ちた、早い。え、今の落ちたことになってないの？ずるくない？いや、どうしたって。いや、力で持ち上がったじゃん。いやいや、下手、めっちゃ下手。すごいね、運もない。ミスターサスケ、山田さん。いや、もうちょっと待って、期待外れじゃん、めっちゃかっこ悪い。残念胸、また来週。全然ダメじゃん、ミスターサスケも剥奪。どうも、カノエコです。今日は風雲竹市場のおなじみのアトラクションを実況しちゃいましょう。さあ、どれにしようかな。よし、これでいこう。さあ、やってきました、こちらですね。私も参加させておりいただいております。このバランスの悪いこの橋の上をなんとか渡りきるんですけども、バレーボール、そして放水、この放水を割ってるのは私、狩野英孝ですね。これめちゃくちゃ楽しかったな。さあ、一応ね、女の子だから一応こう加減はねしたんですけども、やっぱりこの放水の威力がでかいでかい。さあ、逃げられるか、逃がさない。膝を放水で打ち抜いた。さあ、見事に落ちた。放水ムカつく言われてますね。さあ、気持ちよかった。え、呼び捨てです、ここ。しかしですね、呼び捨てされても見てください、この笑顔を。さあ、どんなやつも俺が放水で落としてやるぜ。さあ、今回はどれにしようかな。よっしゃ、これでいきましょう。さあ、来た、遥かなる自由への壁、挑戦です。さあ、これはですね、風雲竹市場の中でももう無理ゲー中の無理ゲーと言われるゲームでございます。この壁を、当たりの壁を突き抜けて先へ進んでいく。しかし泥へ落ちる。この泥がですね、どん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 足元を重くするんですね。さあ、これは突き破れない。さあ、ここはどうだ、突き破ったが泥、壁にぶち当たるんですけども、外れの壁の衝撃がすごいですからね。さあ、しかしこの女の子、さあ、やってきたぞ、やってきた、鬼と言われるクロちゃん、やってきた。捕まらずに突破できるか。しかし網に引っかかる。さあ、クロちゃんにここは捕まってしまうが、クロちゃん、あー、なんだかこれちょっと嬉しそうですよこれを突破するは無理でしょうね。よし、じゃあ最後はこれ。さあ、これは風雲竹市場の中で新しいアトラクションになります。
ブロックをどんどんこう飛び越えて渡っていくわけなんですけども、形が違う分この体重のかけ方によってこのブロックの回る速度がどん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 変わっていく、このブロックブロック、いやブロックブロックでございますね、スタッフ風に言わせていただきましたけども、さあうまいぞ、さすがこの子結構体が切れますね。さあこの星型、このスターを乗り越えることができるのか。さあスターになるのはお前だ、うまいうまいうまい、どんどん飛び越えていく、タイミングがいいぞ、タイミングがいいがちょっと遅いか。さあ一度こっちに戻って、あー落ちた、何をやってるんだ。しかし周りは爆笑でございます。これはまあ激ムズでしょうね、落ちてる本人も、満足げでございます。いやーこの新ステージクリアするのはいるのか。